忍ぶって凸大事？どうだろう。一凸はあんま変わんなかったな。私クッキー忍ぶの爆発はそんな大事じゃないと思ってるんで。二凸が個人的にはめっちゃでかいっすね。回復の慰のりの時間が3秒伸びてだいぶ快適になりましたね。クッキー忍ぶの貫突効果って体力1で生き残るでしょ。ああ、でも熟知150上がる効果あるわ。でも60秒に1回を、1回か。じゃあ誤差だな。クッキー忍ぶはね、別に無凸で使えますね。で、まあ、星座は二凸してたらいいんじゃないですかって感じですね。はい。まあ別にそんな強い星座はないですね、正直。わあ、もうこれ人権だ。めっちゃクッキー忍ぶの性能まるっと変わるわっていう星座はないな。無凸で十分でしょう。一応二凸が強いです。いや、二凸なくても全然ストレスないよ。ただ二凸してね、ちょっとなんか回復時間伸びたなっていう実感はある。それだけ。ただまあ無凸で全く問題ないし。クッキー忍ぶの一番強い使い方に、星座はほとんど関係ないです。クッキー忍ぶに聖剣の鍵ってどうですか？個人的にはちょっと微妙いかな。クッキー忍ぶに聖剣の鍵はありだけど、聖剣よりは個人的には倉庫とかサイフォスとか、まあ、倉庫、サイフォス、聖剣の鍵の順じゃん。クッキー忍ぶに持たせたい武器ランキング、倉庫、サイフォス、聖剣の鍵で4番手で聖風とかかな。でも回心率上げてる暇ないしな、まあ、この辺りじゃないですか。まあ、聖剣の鍵の発動条件スキル3回当てなきゃいけないから、わざわざクッキー忍ぶ間に出してさ、1回当てて2回当てて3回当ててってだるいからな。まあでもそれがいいなら別に合うとは思うねんけど、わざわざ発動させるのだりーなーとは思う。したらもうおとなしく何倉庫なる自由への誓いとかサイフォースの方が装備するだけでいいから楽だよね。提供生物スネルメロ大学スポーツ医療経営学幅広い現場が学べるんだぞ。騙されました。提供生物スネルメロ大学うわーうわーうわー大爆死。